皆さんおはようございます。マーティン、ダーのミヤクーボイ、キングタカです。キングタカヨギカー。今日は体内環境についてお話します。これはね、体液を手取り向かいます。体の内部はね、これ体内環境だそうです。いろいろあって、甲状腺、ホメオスタシス、これね、動物の体内環境である体液の状態は常に一定内の範囲に保たれているそうです。はい、これね、血液、これリンパ液、これ組織液に分けられるそうです。いろいろ、三つ柱やって、血小板、白球板、赤血球、血小の4つに分けられ、大きさが全然違いますね。はい。まあ、循環系がまあ体液発達されてますね。人はね、血管系とリンパ系からなるそうです。この動心臓から動脈を取って、これ、毛細血管に入っちゃうんですね。これね、心臓が静脈に流れて心臓に入っちゃうんです。このような血小血管性を閉鎖血管系というんです。はい、いろいろな液があってね、リンパ液、リンパ節、いろいろね、まあ、体内の勉強もしましょうね、少しは。まあ、フェブリンと呼ばれるタンパク質できて、血平を結成するそうですね。はい。いろんな体、腎臓ももちろんそうです。はい。ちょっと駆け足で紹介します。いろいろ、自律神経による場合もいろいろあるそうです。糖尿病にはならないように。自然免疫と獲得免疫は全然違いますが、排除するもの、自然免疫の場合は、非特異的、特異的なのは獲得免疫。方法は主に食作用、逆に抗原抗体反応、早い遅いのが獲得。毎日回同じが自然、獲得が繰り返す増大。働くのがマイクロファージが自然、リンパ球が獲得です。これ大変ですね、いろいろと。予防接種しなきゃダメです。というわけで、駆け足で一気に紹介しました。というわけで、体内環境の話でした。バイバーイ。